旧鳥栖交通職所属車両、西鉄バス佐賀、栖市社は、西日本鉄道の子会社である、西鉄バス佐賀のバス営業所の一つ。所在地は、佐賀県栖市元町川原1303番1号。営業所表記は取り、中型路線車主に、栖市と周辺都市を結ぶの路線の運行や、佐賀県東部と小郡市のコミュニティバスを受託などを、行っている。 営業所の最寄りバス停留所は、西鉄鳥栖いずれも、JR と市駅を拠点として運行している。河内線独線やよいがお線線都市と近隣の都市を結ぶ。久留米鳥栖線と綾部線は、地域間幹線系統として、国、福岡県、沿線自治体の補助を受けて運行する。久留米鳥栖線、神崎線佐賀第二五道庁舎、佐賀駅、バスセンター大宝町を。を 片田豪神崎市役所前から、メタバリ長戸石 JR 久留米駅マイナス総島、六津門西鉄久留米文化センター前から、新愛学院ニュータウン青葉台長戸石 JR、久留米駅マイナス総島六津門西鉄久留米、令和2年3月のダイヤ改正で、ニュータウン、青葉台系統の西鉄久留米新愛学院館が廃止となり、全便西鉄久留米奇修店に変更となりダイヤも増便された。 綾部線、鳥栖神崎線、とスプレミアムアウトレット線、木山大大公然寺線かつては、佐賀県佐賀市、千代田町、東セフリ村、木山町、福岡県筑紫野市、立原井町、三和町、天城市、北野町など、福岡県の筑後北部にも乗り入れていた。また、慢性的な乗客減少により、以上のすべての路線が、鳥栖市や沿線自治体からの補助金を受けている。 小郡市、コミュニティバス、日野、ポンチョ、福岡県小郡市からの受託運行。七夕ふれあい号の愛称が付けられている。佐賀県木山町からの受託運行。木山タクシーが運行していた、無料福祉バスを2014年4月1日に、コミュニティバスに変更し、期間路線である、東路線を、西鉄バス佐賀が運行している。他の路線は従来通り木山タクシーが担当する。 2014年6月30日まで無料で試行運行し、翌7月1日より有料化された。日原営業所から転入した三菱不走ローザが専用車として使用される。なお、枝線は木山タクシーの運行。佐賀県木山町からの受託運行。2010年3月をもって契約終了となり、木山タクシーのジャンボタクシーに変更された。 宮城町コミュニティバス、宮城町コミュニティバス、コスモス号佐賀県宮城町からの自宅運行。専用車両2台を使用し、それぞれ桜号、コスモス号の愛称が付けられていた。2009年9月1日運行開始。地域交通活性化の調査、研究を目的とする試行運行で、国から全額補助を受け運賃を無料として運行開始。日祝日は運休。 水曜日、土曜日に運行する南北ルート、月曜日、木曜日に運行する東南湾ド、シーペールート、火曜日、金曜日に運行する西南湾ド、東北ルートが設定された。車両はコスモス号の愛称が付けられた専用車両1台を使用した。2012年3月31日限りで試行期間が満了し運行を終了したが、同年5月から火曜日、 木曜日に南北ルートの運行を再開した。火曜日、木曜日が祝日や盆と重なる場合は運休する。2012年10月1日より5路線で運行開始。運賃100円を収受するようになり、車両もハイエースに置き換えられた。2019年10月1日より車両ごとトスコーナイタクシーに移管された。吉野狩城コミュニティバス。 吉野狩町コミュニティバス、佐賀県吉野狩町から委託を受け運行しているコミュニティバス。2003年10月1日に、西鉄が東瀬振村内のほとんどの路線を廃止したのを機に、東瀬振村が当時の三田川町の吉野狩公園駅と村内各地を結ぶコミュニティバス、サザンカ号として運行開始した。 三田川町と東瀬振村が合併して発足した吉野狩町に引き継がれ2007年1月9日に旧三田川町域でも運行を開始した。その後、ダイヤ改正や路線再編を何度か実施している。運賃100円。土日祝日、年末年始は運休。専用車両2台を使用し、それぞれサザンカ号、桜号の愛称が付けられている。 運行開始当初は、貸切車を転用した小型車1台に、サザンカ号の愛称をつけて使用していたが、上記の2007年の路線拡大に合わせて、同型車をもう1台転用して、桜号の愛称をつけ、2台を使用している。2011年9月1日に西鉄バス2日市から、転入した現行車に置き換えられた。乗務員の人手不足に伴い、2020年9月30日を、 もって、運行から撤退。撤退した、路線、便については、吉野ヶ里観光タクシーが引き継いで運行している。平成27年度、福岡県バス運行対策費補助金の交付実績に、ついて都市市役所ホームページ、都市地域公共交通総合連携計画、地域と交通吉野ヶ里町のコミュニティバス、西鉄バスが撤退へ行政、社会佐賀新聞ニュース佐賀新聞リブ、 佐賀新聞リブ2021年5月10日閲覧。ありがとうございます。